BSLBA っていう城があって、ちょっとそこは見たいなと思いました。で、そこの町はですね、近くにユーフラテス川がありまして、紀元前3000年にですね、世界四大文明と言われているメソポタミア文明ですね、このチグリス・ユーフラテス文明のあった町ですね。はい、もうここ一帯が。もうこのシュメール人が作ったっていうところの町で、その城跡がハラビーエ・スルビーエっていう城跡ですね。もうここはちょっとみんなですね、知り合い行くって言ったら絶対そこは見た方がいいよって言われて、ちょっと遠いんですけれど、で行くとですね、その町ですね、もうほとんど外国人いなかったですね。一人しもう見なかったです。でもなんかもうおじいちゃんがもうとりあえず外国人の自分見て、とりあえず主役者の顔で笑顔を作ってウェルカムって言ってくれたりしたんで、すごくホスピタリティすごい受けました。やっぱりシリアいい国ですね。人がとっても良かったです。でですね、早速ホテルにチェックインしまして、このハラビーエセルビーエに向かいました。ここはですね、乗り合いバスとちょっとタクシーですね、乗り合いバスで行くところの途中からちょっと歩くので、まあ、ちょっとタクシーを背負って行っていきました。でそこでもう本当にすごい大きな城跡で、もう夢中になって写真を撮って、すごいもう絵になるんですね。すごい綺麗で、山あいにある町っていうか城跡で、結構大きいですね。でそこで写真撮ってると2人組のなんか男性がいまして、若い人ですね。でなんか英語喋ってくるんですよ。なんで英語喋れるのと思いながら、珍しいんですけれども、でそしたらちょっとみんな友達いるか来ないって言われて、でまあそのついていって、したら十数名ぐらいなんか人がいるんですね。で、なんだろうと思ったら、聞いたら地元の高校生で一人先生がいまして、地元の高校でこの英語を教えてるクラスらしくて、で、今日はそこでなんかこの城跡ですね。で、バーベキューをしてるってことで、お前もう食べれって言って、マジありがとうって感じで、この、シシケバブっていうんですか、銀の鉄にですね、牛とか、羊の肉を刺して、香辛料かけて焼いたやつ、ちょっとそれとパンをごちそうになって、で、まあ、話してて、もちろんあちら英語喋れたんで、話したんですけど、やっぱシリアの人、そうですね、なんか日本のことが好きらしいですね。で、なんですけどのっていうと、なんかの電化製品とか、自動車ですね。結構中古車も多いんですね。もう、パジロとか、ランクルとかですね。走ってて、もう車も壊れないし、電化製品も壊れないし。で、なんか日本人は勤勉ですごい、なんか、とっても尊敬してるっていうことを言ってました。あとはなんかキャプテン翼とも言ってましたね。この国のサッカー好きなんで言ってました。でも本当にこれはもうやっぱそういう時聞くと、やっぱ本当日本人としてよかったなと思うし、すごく話して、でなんかね、もうめっちゃ仲良くなって、もうお前は何かイスラム教かって言ったら、違う、仏教徒だって言ったら、お前イスラム教に入れとか言われたんですけど、ごめん、俺はもう豚肉とか女が好きだ、お酒も大好きだって言ったら、あ、じゃあそれは無理だって言われて、悲しそうな顔をしたんですけど、でも、まあ自分もでも、イスラム教の人のこのホスピタリティは好きだよって話はして、すごく仲良くできました。で、帰りもですけど、タクシーとバスで帰ろうと思ったんですけど、もしよかったら車、向かいの車来るから、町まで乗っていくかっていうことで、帰り乗せてもらって、ホテルまで連れて行ってもらいました。で、まあ、そこにいた高校生何名かすごい仲良くなって、地元の高校生ですね、一応、まあ、携帯持ってるんですけど、イスラム教の国って、ちょっと、こういう男女のあれがすごい厳しくて、結婚する前に、なんかそういう関係を持っちゃいけないとか、やっぱあるんですね、今でも。で、結構この、まあ、なんていうか、ポルノというか、そういうものに対してもすごい厳しくて、もう女性も髪の毛も、髪の毛隠すっていうかなんですけど、まあ、そのやっぱ高校生ですね、この携帯でちょっとなんかエロい画像をですね、ヨーロッパあたりにですね見せたりするんですよ。どうだこれって、おーいいねって言ったら、うーってなんか俺の宝物だみたいな感じで、あれですね、エロは国境を越えるなって思いました。はいはい、すいません、これ男同士の話ですいません。まあでもやっぱりそうですよ、男性特に若い人は絶対興味あるんで、押し付けたらダメですね。まあ、昔は本当に押し付けられてたと思うんですけど、今はちょっとそういうね、ネットの世界っていうのがあって、まあ、いいのか悪いのか、今の若い人たちにはそういうのが流行ってましたね。リアルな高校生のあれを、実態を見れました。一緒ですね、日本も。はい。で、まあ、仲良くなったんで、明日暇かって言って何って言ったら、サッカー見に行こうってことで、サッカーおいいの面白そうだなって、じゃあ一緒に行こうってことで、で翌日お昼
2時過ぎぐらいに迎えに来るよって言ってたんで、で翌日迎えに来てもらって、で3名あ4名ですね、一緒に行きました。でこの会場ですね、まあバス乗って行ったんですけど、まあ競技場自体ですね、なんか陸上競技場みたいな感じで、芝生のグラウンドなんて土のグラウンドですね。でまあ観客席ももうまばらまばらっていうか、なんか本当にただの椅子があるっていうか、まあまあお世辞にもすごい綺麗なスタジアムではないんですけれども、そこでもう本当結構たくさん人集まってまして、でま全く外国人自分しかいないんですね。みんなジロジロ見るんですよ。ちょっと怖いなと思いながら、でもまあ高校生がいるんで一緒に話しながら、でなんかちょっとコーラ買って、なんか変な木の実があるんですけど、それを食べながらなんか見るんですけど、お菓子とか買って、でこのその時がこのまあシリアリーグっていうんですかね、この町がデリゾールって町なんですけど、デリゾール対ハマっていうチームですね。もう本当にあれです、ガンバ大阪対アントラーズみたいな感覚ですね、でやってました。でこの地元のホームでやってたんで、でもう試合はですね2対1で勝ったんですけど、この行って入れた時がですね、もうみんな盛り上がるんですよ。ドワーって、でみんなでワーってやって、でなんですけど、なんか何発か空砲が鳴るんで、ドンドンドンって、なんか拳銃撃ってるんですね。上にですよ、上に撃って、まあなんかちょっと怖いなと思いながら、ちょっとリアルすぎる感じで、でまあまた面白かったのがですね、前半戦終わって、ちょっとハーフタイムの時に、なんかみんな外出るんですね。で一緒に高校生も一緒に出よう、今日外出ようぜって、なんでやつか、今からお祈りの時間って言われて、マジと思って、でも自分一人残るのもあれなんで、じゃあ一緒に行こうって言って、行って、で何名かこの絨毯持ってたんで、これをつなぎ合わせて、横一列になって、なんか一人がマイク持って、なんかコーラみたいなの唱えて、で俺やり方分からんけどって言ったら、もう自分に合わせてやれよって感じで、分かったって言って、なんかとりあえず目をつぶってなんかやって、で今度はこの絨毯に頭をつけて、でまた立ってっていうやつを3回ですね。なんだろうこれみたいな。まあなかなかできないですよね。このシリアのこの北東部の硬い中で、サッカーの試合途中ですね、イスラム教の人なんかと混じってなんかお祈りをするという、なかなかこれはツアーではできない、まあ、普通のなかなか個人旅行でもできないんじゃないですかね。まあすごく仲良くしてもらったんで、まあなんか流れるままやってしまったって感じで、まあ今となってはまあいい経験だったかなと思いました。でまあその帰りとかはですね、今日うち来てよみたいな、ご飯ごちそうする、夕食ごちそうするって言って、で家に招待してもらって、でまあその時自分三振持ってたんで、じゃあ三振持って行って、で家でちょっと披露したりして、であっちのお兄ちゃんなんかもなんかちょっとなんかギターみたいななんか弾いてたりとかして、太鼓叩いたりとかして、なんかすごいいい文化交流できて、なんか楽しかったですね。うち泊まっていけよって言われたんですけど、まあちょっと、ホテルもあるし、なんかめっちゃ周りの、なんていうんですか、近所の人がめっちゃ集まってきて、20名ぐらいこの家の中に来て、なんか珍しそうな話して、なんか見ててって感じだったんで、これちょっと多分夜寝れないなと思って、あ、じゃあごめん、もうホテル帰るわ、つって帰ったりしました。で、そのですね、このデリゾール、トータル、そうですね、4、5日ぐらいいましたがね、すごい良かったですね。もうこの間本当に、もう何かあったら、その、高校生もそうなんですけど、もう町の周りの人もみんな本当にもうすごいよく来たな、チーナカみたいな、チャイナカって言うんですけど、ジャパニーっていうと、ああよく来たなってすごくもうよくしてもらって、すごい良かったです。本当にもう人情あふれる町でしたね。まあ今は行けないんですけど、またシリア情勢落ち着いて自由に旅行ができるようになったら、また行きたいなって思ってる町ですね、ところですね。はい、ということで、まず今日1曲目、曲いきたいと思います。今日はレッドホットチリペッパーズですね。久しぶりに曲流したいと思います。パープルステインお聴きください。52分30秒で。52分30秒。で、13番目。はい。あと1個、クネイトラの話するけど、話せるかなと。まあ、ちょっと早口で口調、このフリーってベース大好きで、あ、
こうフリーのベースがねアホなんだよね。最高、めっちゃうまいだけどこのベースラインが超最高ちょっと狂ってないといけないんじゃないかなって思う。でもめっちゃうまいけどね、最高も、うん、いやあとはクネイトラの話だね。クネイトラ、うん、ちょっとこのフノイさんって言われてる、そうなんですか、ところがあって、戦争のさ、よくあるさ、アウシュビッツとかもそう。ああのさ、前言ったボスニアの、あ、セルビア、あ、じゃあボスニアか、いや、サラエボ、そういう感じで戦争の後とか残ってる、リアルなところが一番、ここがね、なかなか行けないんだけど、行きたかったからちょっといろいろ調べて大変だったけど行けた。まあ行くのが大変、うん、行くためにパーミットっていうのを取らなきゃいけない。そんな申請して、でまあ無料で取るんだけど、それで取って行くって感じ。もしかしたらちょっと曲途中まで話すかもしれない。あ、全然大丈夫です。ここも話し、今日の話そうだね。なんか長く知れば1話1話で行けそうだけど、なんか中だるみしてもあれかな。ああ、うん、今日ちょっと2週分を1週で行こうかな、はい、シリアナまた行きたいな。よかったですか。本当によかった。もう食べ物とか美味しい、食べ物も美味しかった、はい、なんかあまり種類は選べないっていうかさ、だったんだけど、でも美味しかった。一番もう一番行って、ここは絶対にもう食がめっちゃあるってことです。スペインかな。スペインよかったもん。スペインって何でしたっけ、ファインのやつ。とかもでもあっち豚肉が主流だった。沖縄にすごく似てて、うん、なんかアストルガって町があって、はい、そこの郷土料理がコシードマラカードって言って、それがなんかさ、はい、豚の手びちとかそういう肉とかを塩を入れしてるわけさ、はい、あ、美味しそう。それでマスタードつけて食べるんだけど、でこれでさ、塩じゃなくて塩でにカツオだしとか醤油とか入れたら、沖縄手びちとしてるんですよ本当にあのゴツゴツ入ってるんですよ。はい、手びちやんみたいなあれ食、味似てる。味はちょっと変わってるけど、あ、でもまあ部位は使うとか、豚の血を使ったソーセージとかさ、お、なんかチーリチー、そうそうそう、沖縄チーリチー使うさ。だからなんかそういうところは結構豚肉主流で、まあ生ハムもそれ豚なんだけど、魚介類もそうだけど、やっぱり豚肉食べる習慣がすごい多い。そんなに魚介のイメージありますか。だから行ってみると結構現地の人は豚肉で食べてるような感じ。地域にもよるかな。北部とかですかね。エルストンの保健師ですね。あと30秒ほどで終わります。はい、はい、今日のナンクル旅トークをお送りしております。先ほどですね、あの話してましたね、デリゾールの話しました。このデリゾールからですね、ちょっと首都ダマスカスをに行きました。ここをなぜ行ったかというとですね、このシリアビザですね、初め2週間取って行ったんですけど、あまりにもシリア良かったんで、ちょっとあと2週間延長しようかなってことで、ちょっとそこの行って延長しました。まあ2週間延長したんですけど、安いですね。35ルピー即日で約70円でできました。かなり安いですね。はい。で、まあそれ取ったり、あとはスーク見学ですね。あの市場ですね。見学とか。あとハマムっていう、まあ、あのイスラム教のお風呂、トルコ風呂みたいなところですね。行ったりしてました。で、この間ですね、すごい行きたかったところがあって、そこも行ったんですけど、そこがですね、シリアの南部ですね、の方にあるですね、ゴラン高原ってあるんですけれども、そこにあるクネイトラっていうところを迎えました。このクネイトラって場所なんですけれども、まあちょっと歴史の話でいくとですね、1967年にですね、第三次中東戦争っていうのが行われまして、このイスラエル軍がちょっとそのシリアの方に侵攻しまして、このクネイトラという町をですね、占領しました。
で占領したんして、でその翌年ですね、このイスラエル軍が撤退するときにこの徹底的に町を破壊して、すごい綺麗な町だったらしいんですけど、で多くの犠牲者を出したって町ですね。でこのシリアの政府の人がですね、本当にどれぐらいひどいことをしたかっていうのをやっぱ後世に伝えたいということで、この壊れたままの町を修復せずにそのまま残してます。でそのゴラン高原ってたびたびそういうちょっと、まあ、いざこざが起こるというか結構あったんで、今はですね国連軍に統治されて非武装地域っていうところで指定を受けて、ここはもう国じゃないですね、国連軍がもう統治してます。でそこですね、一般人はなかなかもう普通に行けないんですけれども、このシリアの内務省ですね、ちょっとパーミットっていう許可書申請したらいけますね。で話は聞いてたんで、ここは絶対行きたいなと思ってちょっと調べたら、ちょっと中のいろいろ調べて、その内務省のところに一場所行って、で行きたいってことを言ったら、ちょっともうすぐ即日出してもらって、じゃあ行ってきてって感じで言われました。で、許可書を取って、ちなみに無料で取れますね。で、それで、乗り合いバスですね、を3回乗り継いで、ちょっと離れてるんで、遠いんですけれども、で、乗り継いでクネートラに行きました。だいたい2時間ですね、30ルピー、60円で行きました。で、このクネイトラなんですけれどもですね、周りがですね、自然に囲まれている小さな町で、なんか放牧されている牛とかが、羊が通ったりするんですね。もう本当に町中を。はい。でも町は、もうひっそりとしてるんですね。で、そこはもうガイドがいないと一緒に行けなくて、この公認のガイドがいまして、一緒に、まあ、自由にも行けないですね。ガイドの人が行くところに一緒に行かないといけないってとこなんですけど、なんていうんですかね、教会跡とか、あと、モスク跡とか。で、なんかすごく珍しいのがですね、同じ町に教会とモスクがあるっていうのは珍しいんですね。どっちかというと、イスラム教の方、イスラム教の方だけで固まるとか、例えばキリスト教とか、そうですね、固まるっていうか、そうなんですけど、同じ町にですね、隣同士に教会とモスクがあるってなかなかなくて、で聞くところによると、ここはもうそういうキリスト教の人もイスラム教の人も仲良く住んでたところだったらしいですね。でそこをもう破壊して回ったっていうところで、本当にですね、教会跡とかモスク跡とか、本当にもう本当に生々しい跡ですね。で一応このここはもう入らないで天井が崩れる可能性があるからとか、そういうところもあるんで、そのガイドに向かって行って写真も撮ったりしたんですけど、本当にですね、なんか本当に映画のセットみたいな感じですね。ちょっと全体回れなくて、ちょっと一部しか回れなかったんですけど、街ですね、すごく、ちっちゃい街、のんびりした街なんですけど、全部壊されて、人気がなくて、静かっていうか、人気、なんていうんですかね、ちょっと寂しい感じもするし、なんか、不思議な感じでしたね。なんか出そうではないっていうか、なんていうんですかね、ちょっと、まあ、寂しい感じもするし、すごい虚しい感じもするし、なんかいろんな感情が入ってくる街で、ちょっと何とも言えないかったですね、本当に。本当にあれを見ると、やっぱり戦争の悲惨さとか、本当に、なんでこういうことするんだろうとか、まあまあ、まあ、いろんなのがあるんですけれども、本当に、とにかくやっぱ一つ言えることは、まあ、戦争とか殺し合いとかそういうのは絶対やっちゃいけないことだなっていうのはすごく感じるところでした。本当に、フノイさんと言われてるんですけれども、本当にですね、こちらはですね、すごく、まあ、行った方がいいかなって思うところでしたね。また、いつの日か、あと10年、もうちょっとかかるかな、シリア、落ち着いて生きるようになったら、また、前行ったところ行きたいですね。もう、ちょっとその、いろいろ遺跡壊されてるっていうのも話聞いて ISIS の人にちょっと残念なところもあるんですけど、またすごく行きたい街っていうか国だなと思いました。もうあそこでいろんな仲良くなった人、お世話になった人、今生きてるのかなとか、どこにいるのかなとか、もうすごい心配というか、でも何もできないっていう無力さもあるし、でもとにかくもう、まあ、なんか平和になってほしいっていうのを祈るだけしかできないですね。まあ、なるべくこれを一人でも多くそういうのを伝えていきたいなって思います。すいません、もうちょっとシリアになるとちょっと落ち込んでしまうんですけれども、でもそれぐらいで本当にとってもいいところなんですよ。もうぜひ行けるようになりたいな、行けるようになったらまた絶対再度訪れる国だと思うんで、平和になることを祈ってます。ということで今日のナンクル旅トークお送りしてきました。最後も
レッチですね、スカーティッシュお聞きしながらのお別れです。今日のナンクル旅トーク、この番組は総合建築業奥さんの提供でお送りいたしました。また来週お聞きください。バイバーイ。いやお疲れ様です。ねえ、シリア、そう、シリアいるときに、はい、このシリアの次に、うん、レバノン行こうと思って、あ、レバノン、うん、したらみんな行くなって言われて、なんでですか？なんでって聞いたら、はい、まあ、うち